ビルマ族は、ミャンマー人口の約7割を占める民族。自称はバマー。人種としてはモンゴロイドに属する。チベットビルマ語族に属するビルマ語を話し、おおよそ9割がジョ部ザブ教を信仰する。主に、イラワジ川中流以南、シッタン川流域、ミャンマー海岸部に居住し、農業を営んでいる。先祖は、ヒマラヤ山脈以北に住んでいた、族とられ、9世紀頃に、 イラワジ平野へと進出、定住した。王朝が存在した19世紀以前の伝統社会では、アフムダンという王権を支える階層とアティという農民層に分かれていた。ただし、伝統的な身分制度は、イギリスの植民地下で廃止され、今日では存在していない。伝統生活様式という基盤はあるが、都市と地方の住民間には意識、行動、 価値観などで相当な差異がある。ビルマ族の社会は、夫婦とその子供による各家族が中心である。ただし、複合家族もたくさん見られ、結婚した子供たちが親と一緒に暮らしたり、結婚した兄弟姉妹が同居したりする場合もある。伝統的なビルマ族の社会には、生という血縁集団はなく名前のみである。そのため、先祖の霊を祀る。 それへ信仰はなく、遺産は子たちに均等に相続される。ありがとうございます。